セロリだね。皆さんこんにちは、アイリです。とコクーンです。今日はですね、初めての試み的なのをやっていこうと思うんですけど、ドライブログをやってみたいと思います。イエーイ。全然盛り上がってない。ドライブログというのは別に大したものではないんですけど、今からちょっと岐阜の方に行くので、この間ですね、車の中でお話ししたいなと思って今撮影しています。ということで、一個だけテーマを決めてお互いね、ちょっと話していこうかなと思ってますが、準備がいいかい？はい。ではですね、今日のテーマは私がちょっと考えてきたんですけど、こんな夫は嫌だ、こんな妻は嫌だ。なんで終わった？イエーイ。ちょっと運転気をつけてください。運転、運転、安全運転、マジで安全運転でお願いします。ラジオみたいな感覚で聞いていただけたらいいなと思います。もうすごい今ね、自然が豊かなところを通ってる、うん、通ってる、映ってる、見えるかな、見えるかな。そうなんですよ、今から山奥に、楽しみにしていたお店に行くんですよ。山奥に行きます。山奥に行く。うん、何、古今東西、古今東西じゃない。浮かぶ、うん、浮かぶ。おお、2つ浮かんだ。おお、それに当てはまっちゃってたらごめんね。もし当てはまっちゃってたら、何気にこう愚痴を言われてるってことだもんね。そうそうそう。じゃあ私から行こうか。うん、はい。まずは私のこんな夫は、ああ、ちょ、その前に、その前に、これはね、個人的な意見です。本当にこう私の意見なので、皆さんにとってはいや、それがいいんだよ、これそれが私が好きなんだよという方もいらっしゃると思うので、私の意見として聞いていただけたら嬉しいです。では行きましょうか、うん、では私から行きます。こんな夫は嫌だ。一つ目、ドーン。お前っていう人。あ、それが好きな人もいるもんね。お前って言われたいっていう人、言われたいっていう人もいると思うんですけど、うん、私はですね、やっぱりちょっとこう乱暴的な感じがあまり好きじゃないです。手を挙げるはもってのほかなんですけど、攻撃的なワードを使うっていうのがあんまり好きじゃなくて、ドラマとかなんかヒルドラとか見てると、うん、あんたお前っていうさ、関係なんか掛け合いない。ある、そんなの。あんたお前ってある。私一個も思い浮かばないんだけど。でもさ、あなたっていうじゃん、旦那さんのこと、うんうんうん、奥さんのことさ、お前って言うなんかない。からあなたに変わっただけなんだけど。だからそういうイメージあるけど、でも本当私はね、もしかしたらその流れでこう出てもおかしくないってこともあるかもしれないけど、攻撃的な感じでお前さとか言うのがあんまり好きじゃないかも。気をつけます。大丈夫大丈夫、コクンからお前って言われたこと一回もない。こんな妻は嫌だ。一つ目は、うん、ドライブの時に、うん、助手席に乗ってくれない人。いやこれね、いやなんかめちゃくちゃ軽いんだけど、うん、だからなんだよって思われるかもしれんけど、二人でなんかこうどっかに出かけるっていう時も、うん、後ろに乗られると嫌だなって、なんかこう、嫌じゃないんだけど、後ろに乗られる方いらっしゃる？乗られる方いらっしゃるよ。お子さんがいるからとかじゃなくて？あ、違う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 。二人きりなのに、二人きりなのに、うん、タクシー乗りしちゃうよっていう人。そう。俺もびっくりしてた。初め過去にいたんだ。過去にいて、すごい嫌だっていう感じじゃないけど、なんか違和感があって、うん、確かに今から行くよって言って、あ、行こうって言って自分が運転席に乗って、そう、入ってきて後ろに乗っちゃうってことでしょ。そう、ちょっと私もそういうのないかも、ね、寂しい、それは寂しい、ね、嫌だっていうか寂しいで、毎回車乗るたびに寂しいってなるから、うん、できれば助手席に乗ってほしいなって思いますよ。ああ、なるほどね。車の中でちょっと思い出したけど、私あと車に乗ったら性格が変わる人もちょっと、それアイリじゃない。そうなんですよ、私車乗るとちょっと人が変わっちゃうんですけど、だからこそ相手の人には変わってほしくないっていう。あ、これ変わらないからね。変わらないね、本当に穏やかだよね。俺めちゃめちゃ車間距離取るから。何？車間距離取るから。そうなんで、そうだからさ、生きちゃう人いるよね。そうそうそう、もうめちゃくちゃもう荒い運転したり、もう車間距離めちゃくちゃ詰めたりする人いるけど、なんかグイって入ったりとか、そう、あの前の、ま、車の人の人の、ま、あの誰かの車の前にグイって入る人とか怖い、危ないからあれ。そう、果てしなく開けるからさ。そう、もうすごい、ここもうちょっと詰めてもいいんじゃねってぐらい開ける、ね、すごい入られる。あとなんかブレーキも何回も踏んキュッて踏んだりとかするとか、ギュ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 ってなんかこまめに、アクセルとかもなんかブンブンブンって踏む人とかはちょっと苦手。もう
溢れ出してきた。2個目それ。ごめんなさい、ちょっと溢れ出てきちゃった。なんかこれ違う、関係ない。今あのカウントしてない私の中で。ああ、そういうこと。はい、2つ目いきましょうか。こんな夫は嫌だ。2つ目、ご飯の食べ方があんまり綺麗じゃない。ごめんなさい、なんか本当に細かい話なんですけど、例えば口を開けながらくちゃくちゃくちゃって感じ。今の食事のマナーね。食事のマナー、そう、食事のマナーがきちんとなってない方が私はちょっと。それはもうあれだね、生きてきた文化の違いだね。文化の違いかもしれない。なんか私は結構多分そういうところを厳しく親からしつけられたっていうのもあって、もちろんこの箸使いとかナイフとかの使い方もなんだけど、口に入れた時にこうちょっとだらしなく食べられる方は大丈夫。これ私本当に、いや、だって俺も嫌だよ、それは。本当、うん、ズボズボ言っちゃっててどうかなと思って嫌、うん、だっていうか、まあ気になるよね、やっぱり。気になっちゃう。友達とかで行っても、そう、なんかちょっとこういいところ食べた時とかね、あと人と一緒に食べる時とかはやっぱり綺麗な方がいいかなと思いまして。それはさ、結局その自分がどう教育されてきたかによるよね。教育方針、家庭でさ、こういう風にしちゃいけませんって言われてずっと育ててきたらさ、うん、大人になってそれをやってる人がいたら気になっちゃうじゃん。ああ、なるほどね。自分がめちゃめちゃ言われてたから。はい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 。箸の持ち方とか、こっちも厳しかったんだけど。ああ、そうだね、自分が厳しく育ってきたから相手が気になっちゃうってことあるかもしれないね。そう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 。食べ方以外にも何でもそうかもしれないけど、うん、仕草とかも。確かに確かに。そのうちの一つの事例として食べ方ね。セロリだね。そう、セロリ、うん、やっぱセロリだわ。セロリだね、うん、セロリだ。育ってきた環境は違うから。ここが違うからやっぱりね、いろいろあると思う、うん、あ、私そしたら3番目もセロリだよ。いいんじゃない、いいかじゃあ、こんな妻は嫌だ。二つ目は、うん、これも実体験なんだけど実体験だから生々しい。なんか当時ちょっと20歳ぐらいだったかもしれんけど、うん、やっぱさ、うん、いろんな服を着たいわけじゃん、うん、おしゃれとかしたいわけじゃん、うん、ことごとくそれが好きじゃないとか、あ、それはダサいとか、まあ言 う分にはいいさ。じゃあどういうのが好きなのみたいな感じじゃん、うん、こういうのがいいって言ってくる服がことごとく趣味じゃない、国君も好みじゃないものなのにそれを押し付けてくるっていう感じ。そうそうそう。あー、なるほど。なんていうの、すごい古着みたいなのが好きっていう相手で、でも古着屋行って古着着てた時もあるんだけど、やっぱね、すぐダメになっちゃう古着って。あー、洗濯とかすると、うん、あんまりコスパ良くないなみたいな。500円ぐらい買えるんだけど、はいはい、1回2回着てダメになっちゃうんだったら微妙だなって思って、うん、古着が着なくなったんだけど、そういうセロリだよね。あー、やっぱセロリだよセロリだよ、セロリだよ、それ。いや、俺はそれすごいショックだったから。あー、そうなんだ。それをさ、例えば結婚したとして、うん、永遠に言われるっていうのは嫌だったなと思って。あー、なるほどね。本当に似合うもので、国君が気に入ったものだったらいいけどね。そう進めてくれるのも、センスがいいねこれって言って僕の中で勉強になるようなことだったらいいなと思うけど。あ、そうそうそう。だからなんかね、うん、もうなんかすごい結構私も押し付けやとかあるじゃん、これ似合うんじゃないとか。でもそれは俺は好きなタイプだからさ。あ、本当？あ、ちょっと合ってるからいいってことね。そう。あ、まあでもなんかあれだよね、自分の生き方を尊重してくれる人っていいね裏返しは芯があるんだよね、うんうんうん、そういう風に。そういう方もね、自分の意見をしっかり言うっていう。確かにそれは羨ましいな。あ、なるほどっていう感じ、ね、うん、で俺も結構ないようであるからさ、自分の意見が、うん、そうないようであるよね、結構しっかりある。ないようであるからそこがぶつかっちゃうとどうしようもないっていう、うん、確かに確かに。私も自分が着てる服をこれやだ好きじゃないとか言ったらやだもん、やっぱりだからセロリの押し付けはダメなんだっていう。セロリはダメ。セロリはね、セロリを食べなさいって言っても、うん、戻ってきて環境が違うんだから。そうそう、押し付けちゃダメ、セロリだから。それをやっぱ受け入れるの大事だね。大事だね。うん、結局セロリだ全部これ。うん、セロリここまで来て結論は。セロリ。三つって言ってもう二つ目でもう。もうなんか悟りが開けたわ。うん、もうこれだよ、これが全てかもしれんと思えてきたわ私は。うん、いや、いいんだよ別に食べ方が汚くてもさ、うん、後ろの席乗ってもさ、うん、車でいいんだよ。いいけどこれは嫌だなっていう。確かに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 。はい、ということで3つ目なんだけど、はいはい、ちょっとねぼやっとしてる私、なんかニュアンスな感じで受け取ってもらえたら。そうだね。こんな夫は嫌だ。3つ目、ケチな人。例えば、例えば節約のためにしっかり管理してるだったら私はそういうのは OK だと思ってて、ここ考えなくてもいいのになんでこんな細かいとこ考えちゃうみたいな。1円単位まで割り勘する人。そう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 。じゃあ綺麗に割り勘しろってみたいな。いやいや私もその10円出すから端切れみたいな。あんまりこう例があんまり出てこないんだけど、自分の感覚と違うケチ感っていうのかな。だから具体的になんだって言ってんの。これもケチに含まれるかわからないんだけど、何かにお金を使う感覚がちょっと違うと必
らしいなって思う。例えば美味しいものを食べに行きたい、そこにお金は別に費やさないと私が思ってるとしたら、相手はいやいやそんなのにお金使うのはもったいない、ケチじゃないか、価値観の違い、価値観の違いじゃないかな。でもそういう割り勘の細かいのも嫌よ、自分の感覚なんだよねこれこれを3番目に持ってきちゃいかんじゃない、もっと考えてもらって、もっと考えなきゃいけないでもなんか分かる分かるっていう方がいたらコメントで教えてください、下のコメントからじゃあここ3つ目、こんな妻は嫌だ、3つ目は嘘をつく人、あ、それそれだわ私それ嫌だ、嘘は嫌だよね、それ嫌だ、それ嘘は絶対嫌だ、なんていうの、私のためについてくれた優しい嘘ならいいけど、優しい嘘ならいい、例えばなんかいけないことをしちゃって周りが知ったら悲しむだろうから、まあ、嘘をつくとか、そういうのだったら、そうだね、一番嫌なのはもう嘘が当たり前だと思っちゃってる、嘘をつくことがもう自分の日常になっちゃってる人は嫌だね、うん、そうだね、私ねやっぱり人と人、コクンともそうだけど信頼が大事だと思ってるから、その信頼が欠けるようなことは嫌だなって思う。ごめん、私それ3つ目いただいていい？共通の3つ目ってことね。共通の3つ目。はい、ということで、今日はなんかグダグダだね、今日もね。ゆるい感じで。ゆるい感じで、初めてのドライブログ撮ってみました。まあ、いつもの Vlog でもドライブログみたいなもんなんだけどね。まあね。そうなんですけど、今日はもう車の中だけでお届けする動画を撮ってみました。どうだろう、ちょっと意見的にはボヤボヤしてたんですけど、皆さんのこんな夫は嫌だ、こんな妻は嫌だっていうのがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。読むの楽しみ。そう、私がね、多分共感できることいっぱいあると思うので、思い出せないだけで。そうなので、ぜひ教えてください。はい、ということで少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。どうだった？あ、ちょっとゴミついてるよね。うん、取れた取れた、あ、ありがとう